屋さん店長です今日はネットショップでの食器の買い方モール編ということについてお話をしていきたいと思います皆さんね食器をですねなかなかこうネットで買うの難しいねっていう声をよく聞きますですので今日はそれを3つのモールについてお話しますなおモールっていうのはいわゆる皆さんが買いに行くショッピングモールと同じで たくさんのお店が一つの場所に集まって EC サイト、ショッピングサイトになっているものを指します。まあ、具体的に言うと、これが説明する楽天、amazon ヤフーショッピング、ペイペイモール、ゾゾタウンみたいなものですね。そういうものですね。たくさんのお店が一箇所に集まって売っているもの。それについてお話します。なお、もう一回別に、個々のブランド別、 独自ドメインってうですけれども、個々のブランド別のものももう一回お,あのお話し,しますので、それでは今日はこちらに置いといてお話を進めたいと思います。今日は3つのポイントでお話ししますが、3つのモールについてお話し,します。楽天市場、Amazon、y a ヤフーショッピングなどなどということで3つについてお話し,しますので、5分ちょっとでお話し,します。ぜひ最後までご覧ください。これをご覧いただければあなたも安心して食器をネットショップで買うことができると思います。 それではまず一番目行きましょう。一番目、楽天市場。楽天市場ですね。ちょっと横なっちゃってますけど。楽天市場。よいしょ。これね。よ、楽天市場なんですけども。楽天市場はですね、たくさんの食器屋さん、それからインテリアショップ、それからもう本当にありたらえるお店で今や食器を扱ったりしております。ただ、 専門ところを探そうとしたらですね、ここのジャンル、ジャンルっていうところなんですけど、このジャンルっていうところの、日曜雑貨、キッチン用品。よ。で、まあ、それでも、そこをクリックすればいいんですけれども、クリックすると、えっ、ー、と、日曜雑貨とか、ここに、部門別に何が欲しいかまで細かく出てきます。これでできればいいですし、もちろん、各種ランキングから、 行くというのも手,は手ではありますけど楽天市場っていうのが一番まあ集まってて、まあ、若干見にくいとは思うんですがアマゾンみたいにですね一つのページに行っちゃうともう次どこ行っていいかわからないってことがあまりないのがいいところです。はい、ねえー、例えばこんなようなアマゾンにはないようなもので「町楽陶器市」みたいな企画もあります。 これ初めての食器選びのポイントなんてのが書いてありますね。こういったものをですね、案外楽天ってね、商品売ってるだけじゃないんですよ、実は。結構こういうお役立ち記事とかもあるのでね、見てもらうとありがたいかなっていうふうに思います。はい。ちなみにこのページ初めて見たんですけど、どういう基準でちょっと載ってるのか、私も分かりかねておりますが、 どういう記事のっていうのかちょっとわかりかねておりまして、ん、よ、すいません。まあこんな感じで選ぶことができるのが楽天市場というふうになっております。で、楽天市場は今言ったように、ちょっとなんかページが長かったか面めんどくさいなってお声もいただくんですけども、逆に言うと、ネットサーフィンでは店の中をこうウロウロして、楽天市場の中をウロウロして、 物を探す感覚は、実は実店舗に近いんです、楽天市場っていうのはね。なので、一番馴染みやすいのは楽天市場ではないでしょうか。あ、食器を買うっていう特定ですよ。ついで2番目、アマゾン。アマゾンですね。アマゾンですね。アマゾン。まあ、有名なアマゾンです。アマゾンで食器を買えばいいという方はもちろんいらっしゃってます。<laughs> その場合、 ポイントがあります。アマゾンで食器を買いたい人は、ブランドネーム、大きさ、それから例えば、ブランドネームだけで、ね、商品名ですね。商品シリーズ名。みたいなものが、それからメーカー、カバ元、みたいなものとか、それがね、しっかり覚えている場合は、アマゾン使えます。ただ、こんな感じのが欲しいというのに関しては、アマゾン、 ほぼ対応できません。残念ながら。はい。キーワード、投機についてのキーワードをたくさん知れば知っているほど Amazon は使えるんですけど、あまりおすすめちょっとできないですね。私的には。今言ったこと以外は。ブランドを知ってるっていうのはもう本当に Amazon 得意なパターンなのでいいと思います。そして3番目。よいしょ。Yahoo ショッピング。えー、穴場と言われてます。Yahoo ショッピングですけども、 ペイペイモールっていうのも今ね、くっついちゃったりして、いろいろちょっとわけ、わけわからんみたいな感じになってるんですけれども、ここもだいたい楽天と似たり寄ったりでわかりやすいです。ただし、ヤフーショッピングはですね、ちょっとだけ欠点がありまして、まあ、探しづらいのはだいたい楽天と同じ感覚なんですけれども、えー、実稼働してない店舗さんがたくさんいらっしゃる。楽天はまずないですけどね。これがね、あの、まあ、実際私の知り合いでも、 食器店舗で買ったけど連絡がなかったって話なんですけど <laughs>、根本的な問題ですね。でもページはあってずっと多分放置してあったんでしょうね。一週間ぐらい連絡がなかったという話も言えます。まあそういう店舗さんを見分けるコツっていうのはですね、ページが更新されているか、まあ何月何日日にちが入ったりしたらページが更新しているか、今月の新商品って名うって書いてあるか、そういうことで判断できますので、注意,注意してみていただけると、 ヤフーショッピングもソフトバンクユーザーには使えるのでポイントもいっぱいですし、それからペイペイユーザーには使えるので、えー、ヤフーショッピングも除いてあげてください。それから最後ですね、それ以外のところですけど、意外と最近はですね、ショップ、いや、ショップな、ファッション系の通販サイトでファッション系のブランドで、えぇ、ー、東京はそうでございます。具体、例えば、例えば、アズゾ,ゾタウン。ゾゾタウンもそうなんです。 この中でも、えー、ファッションですね。カテゴリーを見るとですね、ここですね。カテゴリーがこうあるんですけど、なんとですね、この辺見ると、雑貨ホビー、食器キッチンってなんですよ、これ。食器キッチン、グラスマグ、タンブラーっていうのがあると、うん、ちょっと違うものが出てた。タンブラーはあっちのタンブラーで出てきますね。もうでもマグとタンブラーでこういう風に、食器出てくるんですね。ちょっとタンブラーはあれだな。 タンブラーはあれなので、食器に戻って、食器に、あ、食器の、食器のちょっと、陶磁器にしますかね。材質。ちょっとや,あのやりにくいんですけど、陶磁器にしてもちょっと陶磁器じゃないものがいっぱい出てきますけども、えー、まあいいやあ。まあこういうふうにですね、あの、結構、えー、ファッションブランドが扱っている陶器っていうのが結構ありまして、 これも案外狙い目なので、例えばファッション見るついでに、陶器も買おうというのは、実は ZOZO ゾゾタウンなんかも結構あるんで、おすすめですただ、基本的なデータしか載ってないので、これも Amazon 同様、知ってる人向け、知ってる人向けの食器を買うショッピングモールだと思っていただけるとありがたいかなっていうふうに思います。それではまとめさせていただきます。今日はネットショップでの初,初,初心者が食器を買うときの買い方、 三つのモールについてお話をしました。楽天、アマゾン、ヤフーの三つについてです。楽天、まあ一番今のところおすすめおすすめですね。アマゾンとそれから ZOZO ゾゾタウンは、ブランドネームとかし商品名とか細かく知ってる方はいいと思います。で、ヤフーは悪くはないですけど、今言ったように、やっぱソフトバンクとかペイペイユーザーだったら一度除くといった感じでしょうか。 ぜひ、あなたのお買い物に役立っていただければ幸いです。今のこの状,状態ですと、なかなか実店舗に行けない、そしてネットショップでお買い物したいという方は増えていると思います。私のお店にも多くのお客さんに来ていただいております。だから、こんな時だからこそ、ネットショップでの食器の買い方がわからないというあなたに今日はお,お話をいたしました。器屋さん店長、須藤新一郎がお送りした器屋さんチャンネル、今回はここまでにしたいと思います。高評価ボタン、コメント、 チャンネル登録お待ちしております。それではまた。じゃあまたね。